どっかで見たことある。あ、お世話になってます。何してるんですか。今日は仕事です。今のところ異常なしです。承知しました。サーフのライトシュアジギングってことで LSJ です。 LSJ ラブソウルジャパン。最後ジャパンつけたらね、閉まるんだよね。何でもジャパンつけとけばね。侍ジャパンとかもそうだし、サンデージャポンとかもそうだし、あれジャポンか。あれジャポンか。ジャパンつってね。まあそんな感じで。誰やろ。いやいや、まああんまり深くは触れずに。今日は何ジャパン釣るんですか。今日はね、サバジャパンと、サバジャパン、あと横和ジャパン、横和ジャパンで、コンガソウジャパン、ソウダガソウジャパン。4週、5週制覇していく感じですかね。3週ぐらいにしてみましょう。3週ぐらいに、3週盛りジャパンで、3週ジャパンにして、はい、じゃあ3週ジャパン達成できたら、まあ何かご褒美が、お帰りジャパンってことで。帰りませんになる。ジャパンじゃなくて、天になる。あ、天になってる。さようでございますか。なんかそんな感じっぽいですね。おい、当たった。当たった。立ちような。当たった。当たった。ちょ、何？どうする？どうするのか。諦めないで。諦めないで。諦めた方がいいかな。あ。諦めますか。諦めましたか。わかりました。まあ諦めも肝心ですよ。ルアーに傷がついてたら立ちよう。ではルアーの傷の方をチェックしてみたいと思います。立ちようっぽい傷はナッシングなんで立ちようじゃないですね。あ、結構釣り人の方も入られてますね。すごいですね、びっしり。こっちこっち、おいおい。諦めないで。タチウオやな、これは。タチウオっすか。同じところに当たってくるっていうのはどうでしょうか。でも傷はないんだな。ないですね。本日のルアーは何でございましょうか。本日のルアーはですね、大好きなギャロップアシストロンキャストの ZGP デブラグローピングでございます。やっぱりですね、ちょっともう釣り人も誰もいなくなっちゃいました。はい、厳しいっすね。無理っす。この状況で魚を呼ぶ男。河合さんの登場です。当たってまーす。まだもう使いますね。せっかく来たのに。もう一回ユーマ詰めいきましょう。ユーマ詰め、俺今来たばっかだよ。必殺技のジグサビキはやりました。あ、ジグサビキやってないですね。置き竿で釣らないと。ハゲハゲ、いや、これ釣れるよ、このハゲハゲ。ハゲハゲね、爆笑する。誰がハゲやねん。じゃあ一郎さんのチョーカーはどう。僕、そうっすね、そうっすね。ちょっと考えさせてもらってもいいですか。せっかく差し入れを持ってきてあげたのに。さすが、うわ、そうせん、うわ、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。すいません、いただきます。生き返ってください。河合さんからいただきました。ちょっと様子を見ながら、一郎さんが釣れたら、はい、ちょっと竿を出そうかな。僕スタート、僕きっかけ、一番体力持ってこう。はいはいはい、もう
こういうポーズをしたことがないから、ね、あの鎖骨とか出まくりの鎖骨美人何が鎖骨美人わかりました。じゃあ僕スタートでね、僕きっかけでね、言っときますけど、あの今日一投もできないですよ予告しときますけど、それは困るちょっと今日はですね、何の展開もなくひたすら竿を振り続けるという事態に陥ってます。まだもうちょっとだけ時間あるんで、奇跡を信じて投げたいと思います。釣れたら皆さんにお会いできると思います。行ってきます。河合さんが奇跡を起こしてくれました。じゃん、イワシ食べてみます。そうですね、ちょっと味見して何の魚か当ててみてください。わかりました、食べてみます。でこれかわいそうだから逃がします。はい、さあ僕らはどうしたらいいでしょうか。お蔵入りまでカウントダウンが始まってますけれども、皆さんのねお力で最後一匹出したいと思います。反応がだいぶ遅れました。マジっすか、なんか発信っぽいっす。いやー、お蔵入り寸前かと思いきや、マジっすか、なんか来た。タッチ久しぶりお見事やりましたね。いや、どうやって釣ったかマジで教えてください釣れないっすよ、釣れないっす。とりあえずもうそこの方ばっかり、あ、もうそこ落として、カウント40とかまで落としてるんで、ここマックス70ぐらいまで落ちるんで。いやー、皆さん見ましたか、これが黒ヒョウですよ。意地ですよ、意地意地の一匹。いやー、でもそれでもね、こうやって見せてくれるちょっと今日は奇跡を起こしましたか。いや、奇跡ですよ、本当に釣れてないですもんいや、おかしいですよ、ロンキャストです。やっぱりこいつか。いやでもこの時間から確かに釣れ出すって、そういうことですね。大したコメントもできないですけど今日は本当にすいません、ちょっと本当にね、竿を投げてちょっと疲れちゃう、もう投げることしかできないですそう、もうちょいだけ頑張ります。もうちょいだけ無言で釣りますご了承ください。無言映像になりますんで、ここからすいません、本当にすいません、謝るしかない、本当に謝るしかないです。